化し、ある大名に仕えていた足軽が大切なお手紙を持って急ぎの旅をしていました。なかなかいい景色だわい。何をふざけた真似をするんだ貴様は。無慈悲な殺生はやめろ。余計なお世話だ。第一、こっちは商売だ。何、いかに商売だとてあれが打てるか。
かげで命拾いをいたしました。お礼に近道をご案内します。では出かけるとしよう。その名も猿政宗と呼ばれ、宝物となりました。